実はこれら重量が軽いものこそ特に危険で注意が必要だといいます。こちらは今年の7月に首都高速道路で撮影された映像。トラックの後ろを走っていると、トラックに跳ね上げられ突然飛んできたのは白いシートのようなもの。よく見てみると工事現場で使われるものなのでしょうか。防音の文字が見えます。軽い落下物は風などの影響を受けやすく、大きな事故につながる危険性が高いのです。これフロントガラスについては前が見えなくなりますので当然事故になります。このような風で舞ってしまう軽いものは回収する隊員も命がけ。落ちていたのは茶色い包装用紙です。風で飛ぶことも想定して慎重に風下に回り回収します。さらに隊員は別の包装用紙も発見。車両の合間を縫って中央分離帯へ。回収成功です。止まってしまうとにも通行車両を見ながら渡らないとちょっと危険があるので、意外と紙の方がやる。さらにこんなものも。よし、落ちていたのは引っ越しなどで使われる運送用の毛布でした。大型トラックなどの走行風の影響を受けないよう毛布を小さく折りたたみます。それを見てパートナーが安全に渡るタイミングを測ります。よし、日中の2日間だけで9個の落下物を回収しました。取材の際より、もしも自分が物を落としたらどのようにしたらいいか聞いてみました。絶対に自分で拾いには行かないでください。とても危険です。路肩側にあります企業電話もしくは道路緊急ダイヤルなどで通報してください。私たちが回収に向かいます。これは先月、埼玉県の一般道を走る車のドライブレコーダーが捉えた映像です。車が青信号の交差点に進入しようとしたその時、信号無視をしたトラックが交差点に進入。突然の出来事に乗用車のドライバーは、信号が青で普通に走ってたので突然現れたのが本当にびっくりしましたね。その後トラックは何事もなかったかのように走り去っていったといいます。今頭に来ましたね。本当に免許を返してもう車の運転をやめてほしいですね。続いてこちらは横浜市内の道路を走行する車の後方のドライブレコーダーが捉えた映像。交差点を左折すると現れたのは男が運転するバイク。そして次の瞬間、バイクが後ろから突っ込んできたのです。さらにバイクを運転していた男はすぐさま逃走。車の左側をすり抜けていきました。あ、こいつ逃げるなって感じで逃げられちゃいましたね。バイクによる追突で車を運転していた男性は首に軽傷を負い、車の一部が破損したということです。まあ、立ち悪いですよね。まず一番は修理代を払ってほしいなってところですね。追突された男性は警察に被害届を提出したということです。一般道を走るバイクのドライブレコーダー、渋滞が発生しノロノロ運転が続きます。前方のトラックが止まりかけた次の瞬間、白い車がトラックに追突。止まることなくもう一台にも追突しました。この映像の撮影者は、ドライブを見ていると1台目にぶつかった時はどうもブレーキをかけて残したみたいですし、映像をよく見ると追突した白い車は確かにブレーキランプが点灯していません。後方のカメラには横を走る車が徐行運転をする中、追突した車はスピードを落としていないことがわかります。渋滞中で今速度がゆっくりだから追突油断はしないということですね。こちらは前方の自転車に注目。直進するかと思いきや後続車の目の前を横切っていったのです。後続車は荷物を配送中のトラック。左折しようと速度を落としていたため難を逃れたといいますが、普通に直進だったら多分急ブレーキとかで荷物事故とかになってましたね。昨夜東北自動車道でドライブレコーダーが捉えた映像。次の瞬間、何逆走してきてる、危ねえ。白い車が逆走しているのがわかります。この運転手の男性は避けて無事でした。結構飛ばしてたようには感じました。なんでこんなところ逆走してるんだろうって、もう危ないってしか思えなかったですね。もし隣に車が走ってたらもう避けきれなくてアウトだったなと思ってびっくりしました。警察によりますと、逆走車を運転していたのは75歳の女性。逆走車はこの直後、他の乗用車と衝突しましたが、どちらの運転手にも怪我はなく、2台とも自走できる状態だったということです。こちらは九州の福岡市。車線変更をした次の瞬間、
前を走るトラックの荷台から突然大きな物体が落下。道幅の半分もの大きさがあるこの物体。撮影した男性によると、なんと畳だったということです。男性は、まさか畳が飛んでくるとは、急にふっと出てきた。ただただ怖かった。男性と同乗していた家族に怪我はありませんでしたが、畳は車にぶつかりバンパーを破損。修理費はおよそ20万円かかるということです。動いたけど危ないように電車に突っ込むようになるよ。こちらは昨日の事故の様子を視聴者が撮影したものです。ああぶつかる。電車は来るなって夜。ダメだろ。事件があったのは広島市にある路面電車専用の天満橋です。警察によりますと、昨日午後6時半ごろ、ベンツと路面電車が衝突した、車は走り去ったと乗客から通報がありました。乗客に怪我はありませんでした。乗用車は現場から走り去っていましたが、数時間後に広島市内で警察官が発見。警察は当て逃げの疑いで、乗用車を運転していた70代の男性から任意で事情を聞いているということです。先月31日、東京日本橋の交差点。画面右側から現れた黒いタクシー。右折しようと交差点に進入すると、次の瞬間、直進してきた白い車と衝突。ぶつかってきた白い車は新車価格で2000万円以上するという高級車ベントレー。なぜ事故は起きたのでしょうか。高級車を運転していた60代の女性は調べに対し、右折レーンに入ったがここで曲がらなくていいやとなってやめた。直進して交差点に進入したらタクシーとぶつかった。高級車は右折車線に入ったものの、そのまま直進していたのです。この事故でタクシーの運転手と乗客2人が首などに軽い怪我をしました。警視庁は高級車を運転していた女性に通行区分違反があったとみて捜査しています。首都ブエノスアイレスにある日本庭園、赤い灯籠の奥に大きな木が立っていますが、枝が突然折れそのまま遊歩道に落下しました。周りにいた人々はすぐに巻き込まれた人の救助に向かいます。現地メディアによりますと、この事故で10歳の子供と女性1人が軽い怪我をしました。枝が折れたのはユーカリの木で、市は定期的な管理はしていたと話しているということです。Oh no. What a mess, Priscilla. アメリカ南部テネシー州で、長さ41メートルのコンクリートの橋脚を運搬していたトレーラーが踏切で立ち往生し、進入してきた貨物列車と衝突、列車が脱線しました。この事故で貨物列車の乗員2人が軽い怪我をして病院に運ばれましたが、トレーラーの運転手は直前に脱出していて無事でした。衝突の瞬間を目撃した男性は、巨大なコンクリートの塊が運ばれる様子を子供に見せようと撮影していたということです。激しく燃え上がる炎、広東省広州市の広州モーターショーの会場とされる映像です。中国メディアによりますと、昨日北京の自動車メーカーの展示ブースで新エネルギー自動車から火が出ました。メーカーによりますと、怪我人はおらず、モーターショーの運営組織とともに原因を調べているということです。当初先月開催の予定だったモーターショーは新型コロナの感染拡大で一度延期となったものの、規制緩和に伴い急遽30日からの開催が決定していました。これまでのところ開催中止の情報はありません。日が昇って空気中にキラキラしたものが漂い始めました。ダイヤモンドダストです。見られました。岐阜県高山市庄川町無山では今朝の最低気温が氷点下 17.5 度と今シーズンで最も低くなりました。ダイヤモンドダストは空気中の水分が凍り、その結晶に光が当たって見られる現象です。今朝の冷え込みで川霧も発生し、幻想的な冬の景色が広がりました。中国から動物の話題です。こちらは中国の広西チワン族自治区の動物園で撮影されたとみられる映像。チンパンジーが反復横跳びのような動作をした後、突然見ている人に向かって何度も土や餌を投げています。動物園の担当者は、人々が挑発したため興奮してやったものだと説明。投げられた女性はチンパンジーの行動について、人とコミュニケーションを取りたいからだと思う、見に行った価値がありましたと話したそうです。阪神高速道路を走る1台の車、この後予測不能な事態が起きます。追い越し車線からトラックが現れた次の瞬間、突然車線を越えてきたトラックが壁に激突したのです。事故に巻き込まれた運転手は、もう本当目の前に入ってくるような感じでしたんで、急ブレーキも踏んだんですけど間に合わず、ぶつかってドーンとなった。壁にぶつかったトラックのフロント部分は大きく破損しています。なぜ事故は起きたのでしょうか。継ぎ目のあのプレートですよね、あの上を通過してからこうふわっと、ちょっと後輪が滑ったような感じで。トラックの運転手は病院に搬送され、命に別状はないということです。こちらは熊本県、見通しのいい道路を走る車のドライブレコーダーの映像。
突然側道から1台の車が。これはやばいと思って踏み込んで、わあぶつかるぶつかるっていう。急ブレーキで間一発衝突を回避。飛び出してきた車は一時停止の標識を無視、交差点に進入してきたといいます。相手は交差点をなんかまるで青信号を通過するかのようにそのまま走り切ってるような感じでしたので、ハンドルちょっと握ってほしくないなっていうのはあります。水しぶきが上がる海面、飛び跳ねているのはイルカです。群れをなして泳いでいるのがわかります。この動画を撮影した高校生によりますと、昨日正午ごろ東京湾の神奈川横須賀沖で釣りをしている最中にイルカを目撃した時の映像だということです。イルカが見えて驚きました。男子生徒は東京湾でイルカを見たのは初めてだと話していました。また同じく昨日神奈川横須賀沖でイルカを撮影したという男性は、正確に数えていないが100頭近くいたのではないかと話しています。東京湾では先週トドやクジラといった湾内では珍しい動物が相次いで目撃されています。こちらは中国最北端の町、黒竜江省漠河市で撮影されたとみられる映像です。扉が凍っていてなかなか開きません。またこちらは果物をレンガで叩く実験をする映像。レンガの方が砕けてしまうほど果物が凍って硬くなっていたことがわかります。漠河市では春節の22日朝、市の記録では史上最低となるマイナス53度を記録しました。黒竜江省では寒波の影響を受け、20日以降多くの地域で最低気温の記録を更新したということです。トルコの市営バス車内の防犯カメラ映像、慌てた様子の運転手、次の瞬間大量の水がフロントガラスなどを割りながら車内に流れ込んできました。客席も無事ではありません。勢いよく流れ込む水に流されてしまわないよう乗客は手すりにつかまるなどしています。ロイター通信などによりますと、まずはダムの貯水口を渡るフェリーに乗ろうとした際、ハンドルを取られ湖に突っ込みました。この事故で乗客7人のうち4人が怪我をしましたが、死者重傷者は出なかったということです。アメリカフロリダ州の海、水上バイクで遊んでいる男性たち、するとそこに1匹のイルカが。おお、引っかかってるぞ、引っかかってる。イルカは何かに引っかかり今にも溺れそうになっていました。このままではイルカが死んでしまう。決死の救出劇が始まりました。男性はすぐに水中へ。するとそこにはカゴにくくりつけられたロープに尾びれが絡まり、苦しそうにもがくイルカの姿が。待ってろよ、待ってろよ。さあ、もう少しだ。一刻を争う状況に男性も必死にロープを切ろうとします。そして、さあ行って。見事イルカの救出に成功しました。そして男性が立ち去ろうとすると、すぐそこにいるぞ、みんな僕と一緒に泳いでるよ。なんと助けられたイルカが仲間を引き連れてやってきたんです。水上バイクの周りを元気に泳ぐ7匹のイルカたち。それはまるでありがとうと言っているようだったと男性は話しています。踏切内で立ち往生する路線バス、列車の運転士が警笛を鳴らしますが、列車はバスに激突し大きく脱線、バスは大破しました。幸いバスに乗客は乗っておらず、運転手も直前に脱出。また列車にはおよそ50人が乗っていましたが、3人が軽い怪我をしたということです。詳しい事故のいきさつについて地元警察が調べていますが、スウェーデンのメディアはバスの燃料のガスが周囲に漏れる恐れがあるとして、半径300メートルで立ち入り禁止措置が取られたと報じています。オーストラリアのワニ園でドキュメンタリー番組を撮影中のドローンカメラ、カメラ目線のワニを見つけここぞとばかりに寄っていくと、あっという間にドローンは池の中に引きずり込まれてしまいました。新品だったというドローンは2週間後変わり果てた姿で見つかり、スタッフルームで悲しい姿を晒すことに。幸いカメラのメモリーカードは無事だったため、この迫力満点のショットは失われずに済んだということです。これは中央分離帯で交通状況を監視している警察車両のドライブレコーダーの映像です。突然画面奥から現れた黒い物体がリズミカルに弾みながらそのまま突っ込んできました。車両のフロントガラスは大破、車内にもガラスの破片が飛び散ったように見えます。物体の正体は車のタイヤでした。どうやらこの黒い車の後輪が外れ段差でバウンドしたようです。幸い警察官に怪我はなく、またあまりにも特殊な事故のため黒い車の運転手はおとがめなしと判断されました。店先に人が集まる飲食店、すると突然激しい炎が上がり爆風が襲いかかります。現場から逃げる人たちの中には髪の毛や制服が焼けた警察官も含まれていました。これは中国の SNS に投稿された広西チワン族自治区の昨日の映像で、中国メディアによりますと複数の怪我人が出ているということです。目撃者は爆発した店には多くの炭が貯蔵されていたと話しているということですが、詳しいことは分かっておらず、当局が爆発の原因などを調べています。
高速道路に立ち上る黒煙。路側帯で燃え盛る炎。燃えていたのは白い BMW です。警視庁によると、東京日野市を走る中央自動車道の下り線で昨日午前8時前、車が路側帯に停車した後、エンジンルームから火が出たといいます。炎は車道にまではみ出し、真横を通った次の瞬間、この動画を撮影した人はまさに危機一髪だったと話します。車の横を通ったらもう燃え上がる炎で車内まで熱くて、でそれで車の窓を開けてなかったんですけども、それでも熱をすごく感じました。爆発音がしまして、でその爆発のかけらがうちの車に当たりまして、近くのパーキングエリアで車体を確認すると、左の側面に小さな傷がついていたといいます。本当に危機一髪だったなっていうような、特に窓とかではなかったので、その程度で良かったなとは思っていますが、この車両火災で一時車線を規制。警視庁は火災の原因を調べています。高速道路を走る1台の車、見晴らしのいい直線ですが、次の瞬間、突然金属をこするような大きな音が車内に鳴り響きます。どうしたの？なんか変なものが落ちてて引いたの。映像をよく見ると、道路の真ん中に白い物体が。最初本当に枕だなと思って頭を支えるようなものだったようです。落ちていたのはソファーに取り付けるヘッドレストのようです。ぶつかった衝撃で車の一部が破損しましたが、右の車線の方には車いたので、避けなくてよかったなっていうのはあります。不幸中の幸いという感じではあります。乗っていた家族に怪我はなかったということです。東京奥多摩町を走行するバイク、見通しの悪いカーブに差し掛かった次の瞬間、センターラインを越えた逆走のバイクが。危険な逆走行為。この身勝手な運転にドライブレコーダーの持ち主は、自分だけ楽しい運転してても良くないので、周りが危ない目に遭っちゃうんで、そういう運転は本当にやめていただきたいかなと。こちらは渋谷区を走行中の車、交差点を右に曲がろうと右折レーンに入った次の瞬間、突然自転車が目の前に、あわや接触寸前。ブレーキ踏まなかったら確実に危なかった感じですね。そもそも自転車が右折レーンの方にまでヒュッと乗り出してくるっていうのは予想ができなかったので。あろうことか、自転車はそのまま交差点を右折し走り去っていきました。こちらのドライブレコーダーにはまさかの瞬間が。山道を走行中、車の前に突然動物が飛び出してきたのは鹿です。映像をよく見ると、もともと道路脇にいたようですが、車に驚いたのか転倒しましたが、すぐに立ち上がり茂みの中に逃げていきました。一面ピンク色に染まった湖、ここはルーマニア南東部の黒海沿岸部にある塩水湖のテキルギオル湖で、数日の間に湖面がピンク色に変わりました。気温の上昇で水の塩分濃度が高くなり、湖に生息する藻やバクテリアが急激に増殖したのが色が変わった原因とみられています。この湖の藻やバクテリアが作り出す硫黄の成分には炎症を抑える作用があるということで、専門家はさらに研究を進めています。高知市内の車が絶対にすれ違えない狭い道、こんな時遭遇しがちなのが対向車です。互いに様子を伺っているようですが、前に進むと対向車も距離を詰めてきます。次の瞬間、対向車のドライバーは拳を振り上げるポーズを取ってきたのです。向こうから の拳を上げるジェスチャーも見えたので、これは喧嘩に発展するのかなと。両者道を譲らず、高まる緊張感、殴り合いに発展かと思いきや、よーく見ると相手が求めていたのはまさかのじゃんけんだったのです。最初はグー、じゃんけんポン、結果はチョキを出した相手の負け。潔く車をバックし始めました。ありがとう。いや、非常に悔しそうでしたよ。多分ユーモアある方なんじゃないかなと思いますけど。道の譲り合いで困った時、こんな平和な解決法はいかがでしょうか。先週、岡山県内を走行する車、後方を映したドライブレコーダーに衝撃の瞬間が。すれ違った直後、トレーラーの荷台から飛び出したのはタイヤです。幸い男性が運転する車にタイヤが衝突することはなかったといいますが、いや、あと数秒ずれてたら命の危険性があって、ゾッとしました。こちらは先週の金曜日、対向車線に現れたのは白い車。緩やかなカーブに差し掛かった次の瞬間、曲がりきれなかったのか、大きくはみ出しガードレールに衝突。その直後、車は動き出し自分の車線へ。フロント部分は大きくへこんでいるのがわかります。このドライブレコーダーの持ち主によると、運転していた男性に怪我をしている様子はなかったといいます。こちらは北海道、一本道で見通しもいいのですが、まさかの瞬間が。
対向車線から突然目の前に黒い車が。一体何が起こったのでしょうか。映像をよく見ると事故の直前、対向車は何かを避けるように走行。400〜500メートルくらい手前からその、対向車線でこう、路肩にハザードつけて止まっている車が見えたんですよね。ところが黒い車は気づくのが遅れたのか、停車中の車に追突したようです。バーンっていう金属と金属の塊がすごい勢いでぶつかった、ギリギリくらいで止まったっていう感じだったんで、びっくりしたっていうか怖かったっていうか。パトロール中の交通管理隊のもとに緊急指令。その路肩のやつだね。車が猛スピードで行き交う高速道路。そこで隊員が手にしたのは、発見した落下物は1メートル以上ある木材。相次ぐ高速道路での落下物。